肘折温泉中折カルデラ肘折温泉は山形県西条群大倉村にある温泉。肘折カルデラと呼ばれる直径 2km のカルデラの東端に位置する。カルデラの中心にある黄金温泉、最上部の野湯である石滝温泉などとともに肘折温泉座とを形成している。温泉街の一角にある小松淵は トロイデ型火山の噴火口が縁になったものである。肘折カルデラは気象庁によって活火山に指定されており、肘折温泉号全体が肘折火山のマグマだまりの上に位置している。日本有数の豪雪地帯としても有名であり、陶器の積雪量は4メートルを超えることもある。ニュース番組の気象情報では、時々、陶器の積雪量が、 全国ニュースで紹介される。旅館17軒で積雪最大記録を更新したら宿泊無料というキャンペーン、ドカ雪割を実施していたところ、2018年2月の豪雪で初めて適用され予約や問い合わせが相次いだ。合ス山の麓同と、山川沿いに数多くの旅館が存在する。古くは当時場であったことから、 自炊部を持つ旅館が多い。木造建築の古い旅館や住宅が多く、ひなびた当時場の雰囲気を形成している。1937年に建てられた木造の宮中織郵便局舎は温泉街のちょうど真中にあり、肘織の懐かしさを演出する街の小さなランドマーク。1995年に郵便局としての役割を終え、当時は、 取り壊しも検討されたが、肘折りの人々の願いにより保存された。現在入館はできない。肘折りの温泉街には、初恋足湯、上毛門の足湯、六助の足湯、金平への足湯、のんのん足湯、丸屋の箱ひば足湯の6つの足湯がある。川上にある、源泉公園には、共同源泉があり、お湯が勢いよく湧き出す様子が見ることができる。 現在温泉街にある商店の中で最も古いのは1896年に旅館から商売返した横山にえもん商店である。温泉土産には、ホテイや商店のホテまんじゅう、イデユカのひじおり、カルデラサイダーがある。ホテまんじゅうは、ひじおりの開けゆえんぎで、地蔵権源が海藻源沖縄に与えた赤茶色で円形の甘い食べ物という逸話をもとに作られた。 肘折、カルデラサイバーは、斉藤も吉が肘折に投入した際、流出する、炭酸泉に砂糖を入れた飲み物に感激し、泡立ちて、湧き来る、泉の子をよしみと行く、結び室京の日寄りにと読んだことに由来する。春から秋の間、朝5時30分から、当時客向けの朝市が行われている。 肘折の朝市は1917年に基本的な枠組みが作られ、当時は50人前後もの行商人が各旅館前に群集し、農産物や日用品を販売した。共同浴場は3軒存在するが、うち2つは地元専用となっており、一般の入浴客は入ることができない。それ以外にも日帰り入浴施設が存在する。 石崎温泉会有は、平安時代の西暦807年である。文語国出身の源の沖縄がこの地を訪れた際、老僧より肘を折った際に治療した温泉を教えられたという伝説が残る。温泉名もこれに由来して、肘折り温泉となったとされるが、折口忍は、道山川がここで大きく曲折していることによる。 地形からの命名と推測している。また、1910年の古書には、聖居という記述もある。江戸時代には、肘折温泉から合算をはじめとする、では山山への賛同口として、多くの参景客を集めた。肘折温泉には、天台修寺院である、あうにが建てられた。現在も、合算の登山口として、肘折り口があり、 登山道が整備されている。一方、葉山修験の拠点としても、新後に囚寺院である、密造院があった。肘折温泉は、では散々、葉山遼座にへの参道口として、多くの宿望があった。肘折地区の聖地として、老荘が住んでいた、岩屈、地蔵層がある。青人が別当を務めたのは1611年、頃までで、以降は、 カラス川へ移転している。それ以後密造院である神野氏が別当を務め、現在に至る。密造院は、現在の丸屋旅館の位置にあった。明治期には、宿坊、文語屋も営んだが、1902年に肘折から、転居したため、亀屋旅館を営む横山氏が密造院を引き継ぎ、現在も、別当を務めている。神野氏から、横山氏に引き継がれるまでの数年間、 熊高の宝城院が別当を務めた、という話もある。肘折温泉を訪れたことのある著名人は、斎藤も吉、板垣金夫川戸壁後藤結城愛想家、鹿児島樹蔵結城健造などの廃人、歌人。母親戦争の際に、肘折を訪れた桑名藩平、後の日本陸軍大将、辰巳直文。 付近の長松鉱山を経営した小賀工業副社長、後の内閣総理大臣、原隆史など、明治期より名産品として、生地引物、こけしが作られてきた。肘折生地の始まりは、現、柿崎伝蔵旅館の先祖である初代、柿崎伝蔵が、江戸末期に、宮城丸子に、生地修行に行き、1877年頃に、生地技術を持ち帰ったのが始まりである。 その後、多くの弟子や流れ記事師の定住により、当地の大産業に発展し、金山商店、横山二重門商店、旧小型商店などがそれぞれ専属の記事師を抱えて、技術を切磋琢磨し合った。その過程で肘折苔子も、系統の一つとして分けられて、肘折系とされた。肘折温泉にはかつては、多くの肘折系苔子工人がいたが、 現在当たり地区内の高人数は1名である。1989年10月16日、環境庁国時代48号により、肘折温泉里として、黄金温泉、石滝温泉とともに、国民保養温泉地に指定。1991年には、国民保養温泉地の中から、特に健康増進、保険的利用が可能な温泉地のみが選ばれる。 国民保健温泉地に指定された。山形県では、肘折温泉と御殿温泉の2カ所が指定されている。JR 新城駅より、バスで約60分。ありがとうございます。